試合に先立ちましてチャンピオンベルトの返還でございます。試合に先立ちまして UWA ルールによりまして両選手レフェリーに写真撮影でございます。世界女子タッグザ・美人王国人気王殿 UWA の、ね、世界タッグがかかった一戦があります。堀田恵美子、井上貴子チャンピオンチーム対 LLPW 神戸忍、半田美希組、このメインイベント。そして放送席にはなんとアジャコングさんにいらしていただきました。アジャさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、いきなり始まってしまいましたよね。始まっちゃったわけですね。なんだかわかんないな。いや、UWA ですので恒例 の写真撮影があったんですけれども、あれをまあカンドリが拒否したところから、この両者もっと殴り合い、早くも腕を取って、危ないぞ。カカコがちょっとブロッキーだ。あ、ちょっと危ないね、これは今の張り手でね、ちょっと危ない。カカコがブロッキー、そしてあらららら腕を攻められ、場外だと こっちは来ないの、こっちにはかなり先ほどのカンドリの一撃が来ました。危ない。いや、放送席またしても襲われるというところだったんですけれどもね、怖いですね。試合はリングの中でやってほしいですね。私が言うとでもじゃない、やはりでもちょっとここにアジャ様がちょっと何が何だかわからない、カンドリの姿がちょろっと見えるんですけれども、結構遠くに戦ってましたね。あららら、これは大阪城ホール、所狭しと。 Anyway、 これわかんないな。 FMW 化してますね。そうですね、まあ大阪さん怒ってますね。レフリーカウントいいから呼びに行けと。呼びに行けと。今とりあえずのカウントは数えられているので、これリングアウトというのもあるわけですね。そうですね、これで両者リングアウトとか。カウント11。11。あら、ちょっとこれは分かんないの。あ、しかしハンダが戻ってきた。これでハンダが上がっておしまいとか言ってますよね。LLPW 挑戦者チームがまずは勝利の雄たけびか。どうでもいいですけど、カンドリの水着勘違いしてますね、カンドリ。ちょっと自分を勘違いしてますね。ボンデージですけれどもね。あんまり似合ってないですね。あんまりね、ちょっと色が違うからって気もしないでもないですけれども、まあ、あんまり言うと怖いんで、あんまり言わないように。本人似合ってるつもりなんですかね。でも、LLPW で駒沢やった時、みんなで揃えて新しい水着にした時、ね、はい、多分もらこれ着なさいってことだったんじゃないですか。あ、そうっすかね。いや、それにしても堀田と高子の姿が全く見えないんですけども、これはこれはどういうことですか。あ、ストロビー決勝の対決をでも参加してください。上段対決です。何がなんだか分かんないですね。ちょっと分かんないですね。上段確かなんか高子が倒れてたんですよ、さっき、床に随分遠いところで。
こういう広い会場だと場外乱闘行かれると何がなんだ、さっぱり取り残されちゃいますね。もう再現なくなっちゃいますからね。後楽園あたりだとみんな見えてるんですね、とりあえず今戻ってきたのがアタカコが戻ってきましたね。堀田の姿が、堀田も来ました。やっと4人、やっと4人リング上に揃ったんですけれども、あ、井上タカコ流血、喧嘩マッチの様相。試合前からね、ちょっとこういった展開も予想されはしたんですけれども、いや、まさかまさか井上貴子、真っ赤な鮮血が滴っている。モンドリ打って耐えられる井上貴子、かなり抜けますね。アンドリの不敵な笑み、結構楽しんでますね。なんでしょうかね、今日のカンドリー。最近カンドリーあれじゃないですか、プロレスを楽しむことを覚え始めたんじゃないですか。だんだんプレフォームになってきてですね。そうですね、まあ、余裕のなせる技か、北斗効果じゃないですかね。なるほど、やっぱりプロレスを愛しないのあの一言にだいぶあれされたみたいですからね。でもあんまりプロレス愛してるように見えませんからね。やっぱそうですか。そうですね、まあいいじゃないですか、人それぞれいろんなカラーがあれば。まあ半年はここにいるアジャさんとカンドリのシングルなんてのもね、ちょっと見てたりしますからね。うわすごい、うわ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 、ちょっと飛び立たしい位置、早いところ、これどうにか堀田選手もスマッシュ選手ですね。いやしかし、おっとすごいブーイング。なんとなく藤原義明的になっては来てますよね。そうですね、まあでもあの息に出するのにはまだまだですからね。そうですね。あ、素敵な笑みをまた浮かべた。藤原的ですね。完全に人を小馬鹿にしたようなこの笑み。 UWA チャンピオンチーム、ちょっとここまでは劣勢であります。だが堀田のプライドがこれは許さないでしょう。あー、高く危ないぞこれは。あ、ちょっとブロッキー、堀田怒りのキックが炸裂するか。とりあえず高子は早くタッチに行きたいですね。そうですね、やっぱり早いところ行かないとね、超きつ、うん、もう捕まっちゃってますね、うん、やっぱこうハンダが出てきた時はチャンスなんじゃないですかね。そうですね、まあここの4人の中では明らかにちょっと実力の上でちょっと見劣りするこのハンダ。まあ今日は逆に言うとこの人のレスリングがキーになるのかなという気もしますけれども、しますけど、まあどれだけやるのかね、はい、わかんないですけどね、まあ、駒沢で当たった限りでは大したことなさそうに見えたんですけど、よし、今だ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 、このボディア、これは、うまく避けた、よしよしよし、タッチ、取った怒りの、怒りの顔面蹴り、満を持して、あっ、もう全身に力が誤って危ない。容赦ない顔面蹴り。おっとこれダウンを取るか。ついでにカンドリにも行ってほしいですね。いや思い出します、あのカンドリと堀田の 9.29 因縁のシングルマッチがありました。あっと宙吊り状態でカンドリを挑発してストラックに重量級のキック、カンドリが怒った、喧嘩だ喧嘩だ、赤子が切れたか。この人は切れると何をしでかすかわからないぞ。本領発揮で、本領発揮じゃないかな今の、足踏みが高子っぽかった。うん、高子対抗戦なんて最初 JWP でやってましたけどね、はっきり言ってこの人に JWP のピアハートは似合わないですから、この女の意地くさの悪さは、うん、やっぱそうですかね。やっぱこう LLI としか本領発揮でいいんじゃないですか。なるほど、うん、まあ、これは今までね、固定観念なのかもしれませんけれども、 JWP 迎撃軍だったこの2人、そしてラスカチョーラスが LLPW という図式だったんですけれども、今日改めてね、
ラスカチョーラスと JWP がまたいい味を、いいというかいい緊張感を出し、そしてやはりこの2人はこのカンドリとね、喧嘩ファイトが似合うなという感じがするわけであります。あとまたしても宝石関前、後ろからものすごい大阪人狂伝そのものという状況になっておりますけれども、あ過激なヤジが後ろから飛んでいますが、あーもう完全に場外乱闘を逸脱したストリートファイトか、あるいはもう何は人狂そのものだ、何は人狂伝そのもの。ちょっと今、今高子がカウント13カウント14さあ危ないカウント15この放送席立ち上がってすごいカウント16すごいことになってきた、あっとカウント17顔を踏みつけて仁王立ちます井上貴子。いやいや放送席がボロボロになってしまいましたけれども、10分経過、何がなんだかわけわかんない状況ですね。もうなんだかよくわかりませんね。これは怖いでしょ。怖いですね。ここは狙われていますね。ちょっとね、いやちょっと体勢を整えてまた試合に戻りたいんですけれども、すごいですね。もう人才ならではですね。人気者そのいいですね。感じですけれどもね。大阪ならではって感じですね。もうこれは出入り状態でしょう。LLPW と伝統のね。ガツガツとした雰囲気になってまいりました。まあ、本来対抗戦というのはね、こういったやるかやられるか、カンドリーの言葉にもありますけれども。またやってますよ、高子はあそこで。もう高子本領発揮って言われますよ。もうやりたい放題ですね。一発ダーンってやる人がいるんですよ。何でも何でもしてるとしつこさが高子の本領発揮って感じですね。あっと何かもう無法地帯だ。半田はなすすべなし。ここで一気に畳みかけるチャンスですね。半田と捕まえてとっとと、まあ、ファンダにターゲット絞っていればまあこれはタグですから ね、明らかにまあ勝利は見えてくると思うんですけれども、まあ、見たいかどうかというとやっぱりカンドリーですよね。見たいけれども、まあ、タグは試合ですからね、まあ、勝負に徹するんだったらここでハンダでしょうね。ハンダも流血したみたいですね。あっとハンダが流血、叩き割られました、まあ、お客さんのご要望を沿って叩き割られました。あんだけやれば割れるでしょう。あ、頭突き一本足頭突き、嬉しそうに頭突きしてますね今。いや何かタカコの流血というの珍しいなと思ったんですけど、流血結構似合いますねこれ。流血として本領発揮ってとこじゃないですか、まるでブッチャーのような人ですね。死に見た、いやいや驚きました井上タカコ。あーっとこれまた挑発に出た。うわぁ、もう殺伐とした雰囲気は、ハンダがどうしのげるかですね。このまま言いやられちゃうかしのいでいけるかですね。この大阪という地になんとも人狂伝説が今築かれていこうというところでしょうか。この女子プロレスの中で逆の立場ですね。なっちゃったですね。まあ、タカコの場合はあの性格ですからね。あんだけやられたらこっちしようってなりますけど、はい、ここでハンダがどうなるかキーポイントですよね。ツープラトンの攻撃離しませんよ。タカコは血流して生き生きしてますね。
流血して余計生き生きしてるって珍しいですよね。好きでしょ、多分。うわ、うわ今のはすごいなぁ。もう公式状態ですね、これ完全に。ありたい放題ですね。リングサイド、エプロンではいても立ってもいられないカントリーがサードロープに足をかけているわけですけれども、さっきの余裕かましてたのどこどこ吹く感じですね。ちょっとカントリーの表情も変わってきましたよ、ね、まあ、ハンダがやはりちょっとこうやられていくんだろうというのはね、戦前の予想でも、ね、戦前の予想でもあったんですけれども、自主で出てきた。ダメですね。ああ、掘った。うわあ、すごい。いいの入りますね、今日は。キック一発で1万人を超える大観衆を沸かせていった。掘った。うん。ハンダが反撃だぞ。膝十字のような体勢でしたけれども、ロープエスケープ。ハンダの意地がここで。どう出るか、爆発するか、うん、ね、そうですね。お、あ、うん、わー、これはなかなか高角度、ジャーマン。いいんじゃないですか、なかなか。もう一発いきます。高角度ジャーマン、ブリッジもなかなかいいぞ。危ない。いいジャーマンしてる。いいブリッジして。ブリッジ技いいですよ。でも私も投げられましたからね。あ、そうですね。イーグルの方も投げてるからですからね。得意の左十字からギブアップを取りに行こうという、ホットが完全にブロックしている、カンドリをホットが完全にブロックしている。さあ、わからないぞ、これはハンダ、ハンダ耐えられるか。完全に入っている、完全に入っている左十字。さあさあ、どうか。なんで卵離しちゃうのかな。まあこういうことですかね、リング中央に持っていって、もう一回膝十字。それにしても堀田のカンドリのガードは完璧ですね、これ。そうですね。あー、でも、あー、ここで、あ、ちょっとカンドリ、この野郎、カンドリだいぶじれてますね。もうほとんどちょっと先ほどからリングに登場してませんからね。そうですね、余裕かましてるからですね。ずっとエプロンに釘付け状態、足首を引き、あ、膝を引きずるような状態になってしまったハンダ。かなり効いているか。あー、あー、ここで登場はカンドリー。張り手、あー、出ましたか、分回しの、分回しのスリーパー。カンドリー忍ぶ独壇場。あっと、危ないぞ。とはあわや早かったですね。あわや落ちてしまったかという感じでしたけれども、ま、ね、お、これはどう返していくか。本田選手が上手い方がですね。さあ、チャンピオンチームがカンドリを捉えた。2プラトン、あ、あと、あー、2プラトンの攻撃をうまくハンダが防御。あ、カンドリの得意の、あっと、ゴッツンという、危ない、サンダーファイヤーパワーマムですが、アウト2。なんともこのゴツゴツって感じのね。そうですね、パワーボムでしたけれども、あ、なんかもっ、お、ダイビングボディアタックはハンダ。ハンダはやはり先ほどの左十字、かなり左に効いているようですが、フライングのエルボーを落としていった、うん、これはまだまだ、ちょっと今フライングエルボーはね、当たりが浅かったようですが、ハンダだいぶ膝があるみたいですね。行ってますね、あれね。あー、これは合体を狙おうという LLPW 軍だったんですが、うまく掘ったか。あ、そして、あ、何ですかこれは。あ、まだれしないアームホイップ、掘ったにタッチして、うん、ここはチャンピオンチーム一気稼いに行くチャンスだが、あ、これはうまく壊していった。いや、ハンダもスタンドにやりますね。さあ、掘った対カンドリー、今
最も殺伐とした戦いと言っても過言ではないでしょう。ストリートファイト、蹴りか関節技か。なんか今よく分かんなかったけど、あそこで今度行きゃいいんですね、足と。あ、なんとチキンウィングか。いや、あれを食ったらもう一巻の終わりというチキンウィングフェイスロックを狙ったカントリー。ちょっと当たりが浅かったか。ああ。すごい。今のは。今の蹴りはちょっと。足に来てる。カントリー足に来てますよ、今のは。今度は足出しましたね、でもね。あれ取らせたらまずいですからね。あっと高子が後ろからフォローに入って、うまいぞ。タイガードライバー、タイガードライバーカウント。惜しい、まさかのカンドリからのツリーカウント。タクマチですからね。もう一つ相手を、まあ、カットをさせないように相手にね、タッグチームのパートナーをどう完璧に慣れするかっていう。これも当たりが浅い、アキレス腱がダメ。よく見ていた高子、やはり関節技を主体とするカンドリーにはタッグマッチは不利か。お互いのパートナーをいかにカットするかにかかってきますからね。そうしない限りはもういたちごっこですからね。ちょっと今のハンダの攻めは中途半端、軽々と返されてしまった。お、久しぶりに見せますか、カリビアンスプラッシュか。デンジャラスカリビアンスプラッシュ。中盤の20分、カンドリの蹴りの後、ハンダはちょっと今何をしようとしたのかよく分かりませんが、お、うまく高さを抑え込み、危ない。めちゃくちゃな面白さがありますね。そうですね、なんか B 級映画を見てるようなこれはどうか分かんないですけど、B 級イレギュラーな楽しさっていうのね。さあ今度はチャンピオンチームのバッタイラが、これはうまく返していったぞ。危ない、危ないですね、やっぱりカウント 2.5。 太田選手もね、体でかいですからね、やっぱりね、デブっていうのはやっぱりあの回転物に弱いですね。あ、なるほど。あ、高子がうまく、高子がうまくカットに入ったか。ここはもう高子きっちりほぼさあ完全に下ろしてほしい。カリビアンスプラッシュの体勢だ。リオナチが掘った、リオナチは掘った。高子は完全にカンドリを抑えている。カリビアスプラッチュ、ものすごい高角度。高子もうちょっと我慢できなかったか。高子が狙ってますよ、狙ってますよ、後頭部に2位入った。カンドリからホールを狙おうというのか。今度は試合の件はあるのはハンダですか。こうやってカンドリを釘付け状態で、こういうピラミッドドライバーか。危ない、あんなに高々と炙って、危ない。今ちょっとハンダの落ち方があまりにもデンジャラスだったんですけどね。すごかった。今大丈夫だったでしょうか、ハンダ。松坂さんの頭から刺さりましたよ。いや、デンジャラスな技の連続、 LLPW 軍玉砕しました。いやー、ふんまんやる方ない。カンドリが赤子に張り手をかまして、ハンダを置いて帰っちゃった。ブロッキーのハンダを置いて帰っちゃいましたよ。なんてやつでしょうね、嫌なやつですね。あのやっぱタグ向きじゃないですね。そうですね、シングルの選手です。一匹狼ですね、やっぱりね。まあ何はともあれ UWA 世界女子タッグは守りました。でもすごいなんか乱戦。そうですね、もうむちゃくちゃでしたね、後半はね。でもそれなりの良かったじゃないですか。スリルはありましたね、スリルは。でもやっぱり対抗戦と見たいコンディションがあっていいものだと思いますからね。はい、結構こうやっぱりどうしても JWP
なんかでやるとピュアハートみたいな感じでいきますけど、意外と綺麗にいっちゃう。大体もともと宇宙選手ピュアハートなんてことはできやしないんですから。大阪情報場の宇宙選手ピュアハートは似合いませんから。 UWA 並びに全日本女子プロレス協会認定 UWA 世界女子タッグ選手権試合で2人の力を合わせ見事勝利を収めました。今後ねカンドリを取り巻くこのカンドリ選手が入るとプロレス的な動きっていうのはないんですよ。もう喧嘩待ちになっちゃうね。つかみ合い、もうなんかでも新日本と WR を見てる感じで、ね、そうですね、うん、なんかカンドリを権利さんと控えたりとおこがましい気もしますけど、そんな感じで、うん、さあ今ホッタが巻くとベルト小さいですね。そうですね、私負けないだろうな、ベルトきっとということでね、メインイベント UWA 世界タッグを今防衛高々と手を掲げるチャンピオンチーム、今おめでとうというね惜しみない拍手場内から湧き上がっているわけですけれども、長い時間にかかってですねお送りしてまいりました、ザ・美神王国、オールスター戦だったんですけれども、はい、まあこのタッグも素晴らしかったんですが、どうでしょう、まとめてみて。そうですね、全10試合、はい、UWA タッグ、これ乱戦の面白さって言いますか、はい、ありましたし、はい、まあ、その前のパシフィック、はい、オールパシフィック山田トヨタ、